今月27日から来月6日までの大型連休で、広島羽田便の予約数は JAL 日本航空が前年比 1.6 ポイント増の21,541人、 ANA 全日空は 8.8 ポイント増の29,922人となっています。平均の予約率は JAL が 67.7% で、 ANA が 64.5% となっています。利用のピークは JAL、ANA とも下りが今月27日、上りが来月6日で、いずれも予約率は 90% 前後です。 ANA 広島支店は、札幌便や沖縄便も合わせた広島空港発着路線の予約数は好調に推移していると話しています。